良いぞ。起きろ、朝だよ、みんな来ちゃうよ。ナナシ、起きた？もう早く準備してよね、みんなもうすぐ来ちゃうよ。そんなこっち見ないでよ。寝ぼけてるの？これから祝勝会なんだから、早く用意して会場に行かないと。おいリーダー、そろそろ祝勝会行こうぜ。君、まだ寝ていたのかね。まったく、のんきなものだな。まあ、こんな時くらいゆっくりしたって罰は当たらないわよ、ね。みんな、もう来たの？ルシ様といられるのなら、私はいくらでも早起きするわ。はいはい、時はそうでしょうよ。あれ？イザボー姉さんは？イザボーはフリンのとこよ。きっと今頃は祝勝会の準備を手伝ってるんじゃないかしら。祝勝会って美味しいものとかいっぱい出るのかな。いやいや、祝勝会って言えばビールかけだろ。何歳よ君。何にせよ祝いの席だ。多少のバカ騒ぎは許されるだろう。なんかガストン変わったね。私は別に変わってなどいない。ただ肩肘張るのをやめた。それだけだ。ガストンめ、一丁前に悟ったようなことを言いよって。弟の分際でよくわからんが、なんか悔しいではないか。存分に悔しがるとよいぞ、兄上。やはりガストン、お前は私が見えているのだな。あれ、ガストンはナバールが見えてねえんじゃなかったのか。ああ、昨日までは見えていなかった。きっかけはやはり昨日のだろうな。私はこれまで兄上を認めたくなかった。見ようとしていなかったのだ。兄上が逃げ出したせいで一族は没落した。非国民となじられるたび、私は兄上を憎んだ。私は兄上のようにはなるまいと、エリートであることを自らに課し続けた。結果として私は侍となり、周囲に自分の実力を認めさせられた。私は歓喜したよ。これで私はエリートだ、兄上とは違うと証明できたはずだった。だが結局は同じだった。自分を見失い、侍の本分を忘れていた。全てを失い、抜け殻のようになって、ようやく私は気づけたのだ。見えていなかったのは兄上だけじゃない。私は様々なものを見落としていた。独りよがりの栄光などには何の価値もない。価値ある栄光は民の感謝の中にあった。侍として民の感謝のために戦う、今ならそんなのも悪くないと思える。
そのためだったら私はまたナンバーワンにだってなれるだろう。これは本来兄上がたどり着くべき答えだったのかもしれないな。兄上、あなたの無念、少しは私が晴らせてやれたか。急に兄高校っぽいことを言い出しよって。ずるいぞ弟。ずるくて悪かったな兄上。でもよ、昨日メルカバーと戦った後からナバールが見えてたんだろ。だったらもっと早く昨日のうちにでも行ってやればよかったのに。言うタイミングを逃してしまってな。それに正直戸惑ってもいたのだ。目の前に突然こんな緑のチンチクリンが現れたのだぞ。しかもどうやら口ぶりから察するに、それが私の兄上の慣れの果てだという。ショックで言い出すのが遅くなっても仕方ないというものだろう。弟ながらなんてひどい言い草だ。うっかり流してしまった私の涙を返せ。ああ、それは確かに仕方ないわね。なあ！ショックを受けるのも当然だ。くぬー！言うタイミングがなかったってとこで思い出したんだけど、そういえばアシュラ会って結局どうなったの？いや、結局って言われても昨日の状態から特に変わりねえけど。え？あんなどやってたのに？今日、今この時から八部連合アシュラ会二代目はこの俺だ！朝日ちゃん、似てる？ザー！やめろ、はずいだろうが！いいじゃない、かっこよかったわよ。ね、朝日ちゃん。今日、今この時から八部連合アシュラ会二代目は。だからやめろっつーの。一応あの場で大見え切っちまったし、俺が二代目としてアシュラ会を立て直すよ。通すべき筋とかつけるべきけじめとか、そういうのはまだいろいろあんだけど、そういうの全部しょって俺は自分が正しいと思うことをする。何より俺もそろそろ親離れしねえとな。みんなキラキラしてるね。私も女王頑張らないと。さあ、話の続きは祝勝会でしましょう。場所は霞ヶ関よ。より多いかも。それだけの人たちが戦争の終結を喜んでくれているってことね。お、今日の主役たちの登場か。立役者であるお前たちがいないと今日の祝勝会は成り立たないからな。こっち向いて。うわ、すげえ人気だなおい。
当然だろ。東京を救ったあんたらは今やいわゆる時の人ってやつなんだぜ。その通りよ。みんなあなたたちを認めてるんだから。皆の言う通りだ。君たちはよくやってくれた。藤原さん、継ぎはぎさんも。私もいましたよ、アサヒちゃん。イザボー姉さん、わあ、会いたかったです。もう、昨日も一緒だったじゃない。まさか君がここまでやってくれるとはね。君は東京を代表する立派な人外ハンターだ。もはやその腕を疑う者はいないだろう。お前とフリンの二人がいれば東京はどんな困難だって越えられよ。これからの活躍にも期待しているぞ。はあ、よかったね、ナナシー。祝辞でも述べるみたいだぞ。フリン、かっこいい。うん、そんなの予定にあったかな。今日この時において神々による支配体制は崩れ去り、我々は新たな一歩を踏み出した。僕はこれまで東京と東の帝国に住む全ての人々のために戦ってきた。そして僕の闘争はみんなの協力のもとその目的を達成した。だがこれで全てが終わったわけではない。天井を岩盤に覆われてから25年もの間、我々は停滞していた。生きることに精一杯で、ただ時間を浪費し、進歩、進展を、進化を忘れてしまった。天使と悪魔によって我々は停滞を、進歩と進展と進化の忘却を強いられたのだ。人としての矜持と尊厳を貶められ、人としての自由と権利を剥奪された。これは絶対に許せることではない。許していた事実すらも許しがたいことだ。僕は我々人間の復興が自然にできるものとは思っていない。東京の民、東の帝国の民自らが全力を尽くすべきだ。自由と幸福は突然天から降っては来ない。全ては諸君の意志と働きにかかっている。そうだ、クリンの言う通りだぜ。これからの復興は俺たち自身の手にかかっているんだ。これから求められるのは一部の強き者ではない、諸君ら全員だ。我々の未来は我々自身のうちにのみ存在する。平等な自由と明日へと続く平穏を諸君らの手に取り戻そうではないか。すごい熱狂ぶりだね。少し怖いくらいだよ。お前の幼なじみは良い顔をしている。小僧、周りを見てみろ。ショーが始まったぞ。なあ、なんだか様子がおかしいぞ。これは、一体何が起きているのだ。
だ。大丈夫？みんな意識を失っているわ。こんなに大勢が一斉に意識を失うなんて、どう考えても普通じゃないわ。バカな。何が起きた？僕がやったんですよ。いや、いちいち人間のまずい肉を口に入れずに済んで万々歳です。フリン君、一体何を？これは一体何が起きているんだ？彼らは信仰を、魂を食われたのです。この僕によって、ね。いやあ、神殺し、僕の言った通りだったろう。月が空を満たすまで何度でも。こいつもしかして死者なのか？死者だと？そう、僕は死者だ。そんな、では本物のフリンは？心配しないで、フリンは無事だよ。今もクリシュナ様と共にいるはずだ。クリシュナは死んだのではなかったのか？クリシュナ様が死んでいる？全部芝居に決まっているじゃないか。ではオーディンも？当然、オーディンも無事さ。なかなかの名演技だっただろう。クリシュナ様の命で僕はフリンに化け、人間を扇動した。一芝居打っただな。君たちはただ脚本に書かれた通りグランニニョルを演じていただけ。当初僕は人間の魂を集めるため、人間を肉体ごと食らっていた。実に非効率的な収集方法だ。だがそれは進化に必要な過程だった。進化に必要な過程だと？気づいていただろう。復活するたびに僕が進化していたことに。そしてついに僕は君たちとの戦いで強い感情や信仰を食い物にする術を覚えた。それって私たちが戦ったから、だからあなたが強くなったってこと？その通りさ。君たちの希望の星の影響力は絶大だね。民はみんな不倫に化けた僕に心酔した。おかげで僕は信仰という魂をたっぷり食らうことができたってわけさ。そして僕は間もなく卵となる。卵になる？それはまさか。宇宙の卵、それが孵化した時、新宇宙が生まれる。つまりね、僕自身が新宇宙そのものなのさ。新宇宙？多神連合は壊滅してなくて、目論見は今も絶賛進行中だったってわけね。ならば話は簡単だ。ここでこいつを撃つ。それで多神連合の企みはつゆと消える。僕はどんなに殺されても再生する。僕を撃つことなんて不可能なんだよ。それじゃ撃つ手がねえじゃねえか。その通りさ。君らの芸を初めから積んでいたんだよ。許せない。
みんなで力を合わせて、辛い思いをして、苦しい思いをして、やっとの思いで掴み取った自由だったんだ。それをこんな人の心をもてあそぶようなこと、絶対に許せない。許すとか許さないとか関係ないんだよ。もう芝居は終わりなんだから。さあ、伏線の回収と、それに伴うカタルシスで幕を閉じよう。池袋で僕が死んだと聞き、覚えているかな。僕は君にこう言った。次は必ず殺してやるってな。ナナシ、アサシちゃん、しまったか。そんな、アサヒちゃん。嘘だろ、こんなの。私のように幽霊になるんじゃ。だとすれば死んでもまだ望みが。無理だよ。彼女の魂はもう僕の腹の中だ。君たちはもう彼女と話すことも、彼女の声を聞くこともできないのさ。死はいつだって不条理。そんなのあんまりではないか。まだ子供だぞ。それがあんな無残に。やはり貴様はこの場で撃たなくてはならないようだな。だからわからないやつだね。君も僕を撃つことは不可能なんだよ。不可能かどうかなど知ったことではないのだよ。あいにくと僕は今のでもうお腹いっぱいなんだ。だから君たちはいらない。君を守った純血の乙女は実に美味だったよ。ごちそうさま。許せなくてよ。不倫に化けて朝日ちゃんの命まで奪って、悪魔どもはどこまで民の心をもてあそべば気が済みますの。おー、怖い。でももう幕を下ろす時間だ。僕は舞台から降ろさせてもらうよ。待ちなさい。絶対に逃がさないわ。
んだありゃ。あれが宇宙の卵。なんて大きさなの。諸君、喝采よ。喜劇は終わった。無事なの？はあ、フリンは無事だよ。フリンは僕の大切な神殺しだ。用があるうちは傷つけたりしないさ。貴様ら、証拠にもなくよく姿を見せられたものだな。いやあ、久しぶりだな。築地金剛寺で会って以来だ。そしてよくルシファーとメルカバーを撃ってくれた。ご苦労さ。てめえらのためにやったんじゃねえ。そうだとしてもさ、僕はとても感謝しているんだ。だからこそわざわざ卵の中へ向かう前に君たちのもとへお礼を言いに来たんだ。諸君のおかげで宇宙の卵は完成した。あとは明日の満月に予定通り孵化させるのだ。いよいよいこの檻を抜け新たな宇宙が誕生するんだ。僕が本来の力を取り戻せば君たち人間を救済することができる。君たちと僕とが合一する時は近い。僕は一足先に我が神殺しと共に卵の中へと向かう。ミスミス、ここで私たちがあなたたちを見逃すと思うのかしら。どうしたんだ君たち。僕らが何か気に障ることをしたか。シェーシャに食べられた人間のことなら安心してくれ。僕は慈悲深い神だ。みんな卵の中で生きている。いずれみんな僕と合一して生まれ変わるだろう。さて話はおしまいだ。僕らは卵の中へ行かせてもらう。では明日の満月、新宇宙で会おう。おい、リーダー、すぐ追いかけるよな。僕だ、藤原だ。地球情報を共有したい。すまないが、一度本部まで戻ってきてくれ。今すぐあの卵んとこ行って朝日の仇を討ちてってのに。くそ！落ち着いて。勢いに任せて突貫するのは危険だわ。藤原さんの言う通り、ここは一度ハンター本部に戻って作戦を立てましょう。